こんにちは、ビデオいいねしてチャンネル登録することを忘れないでください。今年4月に北海道旭川市で女子高生を吊り橋から突き落とし溺死させたとして逮捕送検された内田梨容疑者21、旭川地検は7月3日殺人と不同意わいせつ致死の罪で起訴した内田容疑者と共謀していた女19も殺人などの非行内容で旭川家裁に送致された。事件の発端は内田容疑者がラーメンを食べている動画を女子高生が SNS に無断転載したことです。激怒した内田容疑者は女子高生に電子マネーで10万円の送金を要求、しかしうまくいかなかったため女子高生を呼び出し約4時間にわたって監禁暴行を加えながら連れ回したといいます。現場となった高さ約10メートルあるカムイ大橋では女子高生を欄干に座らせて落ちろ死ねやなどと脅し川に落下させたとみられています。橋から離れた場所では女子高生のスマホが破壊された状態で発見されました。そこには全裸にさせられたり謝罪させられたりする様子を収めた動画データが確認されています。内田容疑者は取り調べに対して橋に置いてきただけと否認していましたが勾留期限を迎えた3日に検察は起訴に踏み切りました。社会部記者一部では喧嘩っ早さや金銭トラブルなどが報じられ地元では有名な悪だったと伝えられている内田容疑者。起訴された3日には文春オンラインで本事件を担当していた北海道警旭川中央署の警部補と不倫関係にあったとも報じられたばかり。記事によれば旭川中央署の署長は取材に対し否定せず北海道本部は個別具体的な内容については回答を差し控えますとしたという。まさに耳を疑うような報道にネットや SNS では新刊が走っている。これが本当なら世の中とんでもないのがいるもんだって話、別世界の人間だ、なんかもう終わっとるな、これ捜査情報もダダ漏れやったのでは、容疑者だけど事件担当刑事、本当なら驚き腐ってるな。この報道が本当であればもう正直終わってますね。警察がこんなことをしていたら一般人は誰を信じたらいいんですか。被害者家族の気持ちを考えるとやるせないの一言。マスコミへのしっかりした説明をしてほしい。旭川市といえば21年3月にもいじめを受けていた中学2年生の女子生徒が凍死体で発見された事件が発生しました。凄惨な事件が続く中で容疑者と事件を担当する刑事が不倫関係にあったという話が出てくるとは前代未聞です。もし事実であれば捜査の公正さが疑われかねませんし市民にとっては不安が増すばかり。北海道警察の信頼は大きく揺らいでいます。前室社会部記者。そこで本市は5日改めて不倫報道について旭川中央警察署を取材。すると北海道警察本部の広報部に問い合わせるよう案内され不倫報道の事実関係報道について世間からどのような反応が寄せられているかこの件について説明する機会を設けるかなどを文書で質問した。同日夕方に担当者より電話があったが本市にもいずれについても個別具体的内容については回答を差し控えますとまさかの0回答えにとどまった。なお不倫報道については把握しているという。まだ若い女子高生の命が失われた事件、同県警には納得のいく説明を求めたい。被害者の子は留萌の子、事件現場は旭川ですが留萌署が動いたので事件の究明が早かったように思います。4月19日に殺害されたとされていますが4月22日に捜索願いは留萌署に出されています。被害者が旭川の子だったら当初の担当刑事が不倫相手とあっては凍死事件の女の子のように単なる自殺にされてたかもしれない。複数の警察署が絡むので統計としても刺さらざるを得ない事件となり容疑者の特定遺体捜索などの進展があったと思われます。旭川警察に限らず最近は私の住む中部地区の警察署でも被害を訴えても真面目に話を聞くどころか最初から話を疑ってかかってろくに聞かないしこちらが根負けして訴えを取り下げるまで何もしない状態で警察への信頼などないに等しい。まだ真実はわからないが最初の事件を徹底的に調べたらその後の事件は起こらなかったかもしれない。一度人の命を奪った人間は二度でも三度でもやる。
人の命を奪う奪わないの境界線は限りなく広い。そこを踏み越える人間はすでに人ではなくなる。なぜなら失うと決して戻らないのが命だから。そして償いきれない罪を一生背負っていくことになる。このまま道警が差し控えると言っても今後のこともあり、旭川市民は到底納得できないだろう。旭川のいじめで中学生が亡くなった痛ましい事件も、わけのわからない第三者委員会を立ち上げ、いじめが確認されないと言っていたが、どう見ても自治行為をさせられ、いじめ以外ありえなかったが、その時も警察が調べればいじめとすぐ断定できたと思います。人が殺されているので、このまま説明なしはありえないので、旭川市民のためにも説明責任を果たすべきだと思います。21歳容疑者ならやりかねないでしょ。刑事からは警察の組織など聞いてたりしてたでしょ。味方にもなってくれて、容疑者にとっては刑事との不倫は味方につながらる。数十年前、息子の転校で旭川中学にいましたが、来る前に男子数人が女子一人にトイレで暴行して新聞、週刊誌に載ったと聞かされました。投資の彼女といい、旭川市教育委員会、北海道警察、何も解決対策をしてないと強く思いました。札幌の中学生の女子もです。生命を守るのが大人の仕事です。慎重に慎重に考えてほしい。なんかもうスマホがなければ起こっていなかった事件だったんだと思うと情けなく悲しい。でも今は話が警察の方に飛び火して、多分この警察官は離婚、逮捕されるかはまだわからないが、退職か免職、もし仮に妊娠してたら殺人犯の子供の父親になるという考えられない展開。教育も行政も司法も機能していない旭川市はもはや人の住める場所ではない。どうしても移住したいなら自己責任で、また用がなければ近づくことも控えましょう。幸い今は旭山動物園以外にも楽しめる動物園が全国各地にたくさんできています。マーフリンに関しては別に職務さえしっかりこなしていればどうでもいいんだが、この容疑者が捕まるまでに情報を引き出そうとしてたのではないかとか考えてしまうからな。事件を起こしてから捕まるまでに2人の間でどういうやり取りがあったのかとかの説明をしてほしいわな。札幌市民として言いたい。道警にはきちんとした説明を行う義務があると思います。説明しないで終わるなんて許されない。過去には道警の闇とか言われたけど、近所の交番のおまわりさんなど良い方がいっぱいいるのも知っています。そんな風に地道に努力をして、地域に貢献している多くの警察官のためにも、説明してほしい。そこら辺の万引き事件とは違う重大事件で、犯人と非常に親しい関係のある警察官が取り調べをする。これで公正な捜査ができるのだろうか。警察は犯人の日常生活についての交友関係も調査する。当然この犯人を担当する警察官はその点を伏せて報告するつもりだったんじゃなかろうか。だとするなら犯人とその警察官との間で貸し借りの関係が生じかねず、犯行の全容を解明するのに支障が生じてしまう。最悪もみ消しも可能性としてはある。数年前にいじめで亡くなった子が無念な思いのまま、それでも今回の事件がとことんまで明かされたのなら、その子のことも再び厳しく調べ直して解明してほしい。少し前にも女子中学生2人が亡くなってたのがあったけど、あれはどうなったんだろう。旭川のイメージが暗いものに変わりつつあります。恐ろしい事件であり、真相解明と厳格な刑罰がなされなければならないが、外調査に当たる警察に疑惑があるのでは。善良な市民、国民はどうすればよいのか。あとは道警、警視庁が直接乗り出すか、検察に期待するよりないかと思う。別な記事でも書かれていたけど、警察も証拠隠滅を推奨する人し、議員やお役所に限らずいろいろなことをやってますね。こういう地位を利用し被疑者との親密な関係を持つのは昔からあるが、言語道断。真面目に頑張っている警官が同じ目で見られるだろう。旭川は別な事件もあったが、いじめがなくならないわけだ。学校、教育委員会、そして警察関係者がいじめ加害者をしっかりと守っているのだから、裁判でもいつものように加害者有利な判決が出るのだろう。いつも被害者と家族は泣き寝入りの異常な判決ラッシュ。政府自民党が脱法し捕まらないのだから、当然犯罪者天国日本。旧炭鉱町やその周辺は
閉山後も課題があります。やばいぜ。応答待ちがキャッチフレーズの応答待ちは全国的にも有名になりましたが、周辺市長を巻き込みながらなかなか解決には至りません。旭川市も抜本的に解決することは困難でしょうけど、国や道が介入して抜本的な改革はできないので、地方自治の難しさを感じます。旭川地方署の刑事たちがなし、土地や未成年者と合コン飲み会をやり、お持ち帰りを繰り返していたと、大体月例で刑事たちの飲み会には地元の写真団報道記者が連なり情報をやり取りしている。警察では感謝で一斉不倫調査なるものをやった正田が記者の中にも同じ穴の無地なはいないでしょうね。旭川の公的職員の倫理観が終わってるんだろうね。長い期間をかけて醸造された文化、倫理観は一度スクラップしないと治んないよ。各省庁が動いてスクラップ&ビルドしないと、自分たちの地位を守るスキルは高いんだろうから、通常の本省監査ぐらいだと効果ないだろう。もう中にはまともな職員もいるんだろうけどさ、不倫をしていた担当刑事とやらが捜査情報を流したり証拠の隠滅を画策してた可能性もあるので、しっかり調べてほしい。当然その事実があった場合は速やかに氏名や顔写真等を公開し、厳重な処分を科してください。そうしなければ同系の信頼など回復することはないよ。やっと週刊誌報道がヤフーニュースにも載ってきたか。旭川中央署の警部補が殺人事件の容疑者被告と不倫関係にあって、その容疑者被告は旭川市内では札付きのワルで知られてる上野の事件の内縁の夫とかよりもたちが悪い関係性、不貞行為どころかこの容疑者被告の不法行為のもみ消しや捜査情報の流出で罪を免れようとしていたかもしれない重大事案。道警本部どころじゃない旭川中央署は捜査からは一切外し、警察庁直轄にして闇を暴くべき。19歳の共犯少女が家庭裁判所によって検察官送致されなければ彼女の氏名と写真は公開されないことになるらしいが、実はこの女性は21年に発生したいじめ投資事件の関係者なのでは。両事件は犯行手口に共通するものがあるし、そうでなければ頑なに氏名と写真を公開しない理由もわからない。問題の警部補はいつから容疑者と付き合っていたのだろうか。ちょっと調べただけでこの女の悪行の数々が簡単に見つかるって異常だよ。警部補がケツ持ちで事件にならないように握りつぶしてた状況証拠だよ。だから本当なら容疑者は今頃は少年鑑別所に収監されていたはずだから、事件そのものが発生させていなかった可能性もある。道警は信用できない。検察による調査になるのかな。でもその検察も失態の連続だ。何を信用したらよいのやら。これが事実だったら投資事件もこれは警察の隠蔽で自殺にされた疑いも出てくるでしょう。徹底的に真相解明もし、何らかの隠蔽があるのなら逮捕、関係者全員の処分、解体。なぜ旭川ばかりこんな凄惨な事件が起こるのか、なんとなく真相が見ていたのではないでしょうか。旭川には警察庁の特別監査は入らないのか。露木長官は木原事件を否定するだけで、各県警で多発している警察官の不祥事に何の手も打てずに傍観しているだけ。何もしない長官は任に応えずとして早く更迭すべき。小さいところから親の転勤であちこち行ったけど、雪国の田舎は陰湿なイメージが強いですね。よくある田舎の集団意識の他にもう一つ何とも言えない独特の雰囲気がある。旭川は田舎で閉鎖的、人口が多いので市となっているが、全体的な体質は村と言っていい。一部のトップの人間がカラスは白と言ったら白になるし、それゆえに隠蔽体質も蔓延している。おかしいと思っていても誰も声を上げられないのが現状。道警は終わってるな。昔函館でレンタカーで市内観光した時に白バイには振られました。他の車が自分の車よりスピードが出てて追い抜かれてるのに、車の後ろにいて50キロ道路で8キロオーバーで捕まりました。自分のスピード違反は認めますが、周りの車は明らかに60キロ以上出てるのになぜ自分だけ、と当時は悲しくなりましたが、観光客を狙ってるとの書き込みを見つけてせこい取り締まりだな、と思いました。今回の件を北海道警察はちゃんと謝罪しろ。